前回はこの美味しそうな名前の昆布駅までやってきました。長く続いたこの動画も今回で最終回、このまま札幌駅まで向かいます。線路左側にはかつてこの区間で運転されていた SL ニセコ号の停車位置案内がありました。懐かしいですね。 SL ニセコ号は2014年で廃止となっています。線路は大きく左へカーブし、ここで昆布川を渡ります。しばらくカーブを曲がると直線区間が続き、正面左側には大きな山が見えてきます。こちらはニセコアンヌプリ。冬にはスキー場が開かれ、コロナウイルスが蔓延する前はたくさんの観光客が訪れていました。これから北海道の一大観光地、ニセコ地区に入ります。ここで再び川を渡ります。こちらは尻別川。この先、倶知安駅の手前までこの尻別川に沿って線路が敷かれています。川を渡り終えたと思ったら、またここで橋がかかっています。この辺りかなり尻別川が蛇行しているため、この先も何度か渡る機会があります。列車は間もなくニセコ駅に到着します。ニセコ駅到着手前、右手を見ていただくと何か展示されているのを見ることができます。手前に止まっているのが9600型蒸気機関車です。北海道でも広く活躍した SL、 札幌市内の商業施設に展示をされていましたが、この奥の木造の建物の中にあるとある車両がきっかけでこちらに移設となりました。それがキア183系5000番台ニセコエクスプレスです。今年の7月から展示が開始されました。新千歳空港駅とニセコ駅を結ぶスキー列車への運用を主な目的として、 JR 北海道がこのノースレインボーエクスプレスと同じくリゾート列車の一つとして制作した車両です。2017年に老朽化のため引退しましたが、クラウドファンディングによって資金を集め展示されることとなりました。おしゃれな駅舎が建つニセコ駅に列車は到着。主要駅とだけあって列車の交換設備、行き違いができる設備は整っています。反対側からやってきましたのは、この辺りで活躍する H100 型です。函館本線の小樽長万部間は2020年のダイヤ改正から普通列車はすべてこの H100 型に統一されました。今後も北海道各地で置き換えが進められる予定です。夕方のラッシュ時間帯ということで車内はかなり混雑していました。先ほどの昆布駅、そしてニセコ駅で列車が動き出すまでご覧いただきましたが、やはり機動車特急ということで動き出しはかなりゆっくりです。そしてこのニセコ駅で地元の方が乗車してきまして、ここで車内販売が始まりました。私もいくつか購入させていただきましたので後で紹介します。ここで線路は大きく右にカーブします。正面に見えてきた巨大な山は蝦夷富士の愛称でも知られています羊蹄山です。この辺りは路線が左右に曲がりくねっておりますので、どちらの車窓からも羊蹄山を眺めることができます。すごい、すごい、ありがとうございます
雄大な羊蹄山の景色をバックに建物が増えてきました。まもなく列車はこの辺りの主要駅、倶知安駅に到着します。倶知安駅も長万部駅と同様、北海道新幹線で途中駅が設置をされます。今分かれた線路は現在倶知安駅で使われている線路です。2021年10月をもってこれから止まります倶知安駅のホームは廃止となり、この映像では現在隣に作っている最中の新しいホームへと移されました。今から止まります倶知安駅の旧ホームのところに新幹線の高架駅が設置をされる予定です。この列車での来訪が私にとっての倶知安駅旧ホームの最後の利用となりました。今左手に映っている新しいホーム、そして屋根が今年の10月から使われ始めている倶知安駅の新しい駅です。列車は倶知安駅旧ホームにゆっくりと停車。ここでも多少時間が取られておりまして、事前に予約しておきましたお弁当をここで受け取ることになりました。反対側は旧胆振線のホーム。現在はあのホームまで線路の真上を横断する通路が設けられています。今となってはもう少しゆっくりとホームを見ていけばよかったなと感じるこの頃ですが、列車はゆっくりと倶知安駅の旧ホームを出発。旧ホームから新ホームへの切り替えに伴ってこの辺りの線路も徐々に撤去が始まっています。そして今ちょうど足場が組まれているあの辺りに新たに車庫が設けられました。倶知安駅の現在の様子や今後の展望については別の動画にて紹介してますので、そちらもぜひご覧ください。この映像では新しい線路の方が途切れていますが、現在では逆になっています。列車は倶知安の市街地を抜け、再び山林の方へ進んでいきます。列車は再びカーブとトンネルが連続するような区間に入っていきました。大きく警笛を鳴らしてトンネルに入ります。この辺りも難所です。この辺りで事前に予約して倶知安駅で受け取ったこのお弁当を食べてみたいと思います。2019年の G20 観光大臣会合で提供された倶知安じゃがいも弁当だそうです。価格は1200円でした。倶知安の名産物のジャガイモなど、後志管内の食材にこだわったお弁当だそうです。国際的な会議にも出されたお弁当ですから、美味しいに決まっています。この献立からもですね、地元の食材にこだわって作っているんだなということが本当によくわかります。まあ例のごとく私は食レポが下手くそですので、あまり凝った回答はできませんが、どの料理も大変美味しかったです。本当にありきたりなことしか言えなくて本当に申し訳ないんですけども、最近では車内販売が減って、このようなお弁当を事前に購入して車内で食べるという旅のスタイルが増えてきましたけども、これはこれで結構僕は好きなスタイルですね。ゆっくりと味わっていると列車は小沢駅に到着しました。この駅も行き違いのできる構造になっていて、こ
ここにやってくるたびに上下列車の行き違いがちゃんと行われていますね。ちょうどこの時間は夕方のラッシュの時間帯ということで2両編成で運転しているようですが、まあ、車内はそこまで混雑はしていませんでしたね。立っている乗客の方はいませんでした。この列車に乗れたら非常にラッキーですね。まだボックス席も空きがあります。だんだんと日が落ちてきて映像的に心配になってきました。このトンネルがちょっと長くて、トンネルを抜けると入る前よりも辺りが暗くなっているようにも感じました。それくらいトンネルが長かったです。と言ったんですけども、まだ実はトンネルには入っていません。これは人工的に作られたシェルターです。そしてこの先でやっとトンネルに入りました。トンネル手前にあった構造物は多分落石止めだと思います。トンネル出入り口付近での落石を防ぐためのシェルターですね。長く続いたトンネルを抜けました。やはり今見てもトンネルに入る前に比べて辺りが暗くなっているように感じましたね。ここで先ほど車内販売で購入したトマトジュースをいただきます。こちらもニセコさんです。僕普段野菜ジュースとかねあんまり飲まないんですが、今回は気になったので購入してみました。よく振ってからお飲みくださいと書いてありました。これがねとんでもなく美味しくて、第一声がね甘だったんですね。とても新鮮なトマトの味がしました。いや美味しかったです。そしてこの後どら焼きもいただきました。これも大変美味しかったです。もうあたりもかなり暗くなってしまいましたが、列車は小樽駅との区間運転列車も設定されています。しかり別駅を通過。これなんで倶知安駅まで行かない、ま、もしくはその手前の余市駅で折り返さないのかはちょっとよく分かりませんが、運行のちょっとした起点になっている駅を通過しました。もうそろそろ全面展望といえど前の景色を見るのは厳しくなってきました。この辺り一応ローカル線区といったところですが、さすがは機動車特急、結構いい速度でこの辺りは通過していきます。列車は二木町の中心駅二木駅を通過。この二木町は北海道新幹線開業後のこの函館本線の存続に対しては現在もかなり悩んでいるようです。さあ徐々に建物が増えてきました。存続に悩んでいる二木町とはかなり対照的に存続に前向きな姿勢を見せているのが次に停車する余市駅のある余市町です。列車はゆっくりとリンゴとウイスキーの町余市町の中心駅余市駅に到着します。北海道新幹線の開業後、この山線の区間で最も残る可能性が高いのが余市駅から先小樽までの区間です。そして裏を返せばここまでの長万部から余市までの区間は存続がかなり厳しいとされている路線ということになります。余市町では今後鉄道の利用促進を図るため駅の交通結節点としてのハブ化や新駅の設置など様々検討しているようです。当チャンネルでもぜひこの取り組みを応援したいと思います。さて小樽まではあともう少しですが、まだまだ難所が続きます。またここで蘭島トンネルに入ります。この辺りもトンネルやカーブが連続しかなり難所となったようです。車窓も見えなくなってきましたので、ここでニセコ号の車内について少し紹介します。今乗っているノースレインボーエクスプレスの最大の特徴といえばこの2階建て車両。2階は普通の客室ですが、1階はこのようなラウンジ席となっています。テーブルと大きなソファーが並ぶちょっと変わった空間になっています。
2020年3月で引退した伊豆急下田行きの特急スーパービー踊り子号でもこのような空間はついていましたね。懐かしいです。また今回車窓が真っ暗ということで、このようなラウンジの空間にこの真っ暗の車窓を見ながらいると、かつて運行されていた寝台特急のラウンジカーを思い出させます。ここでしばらくゆっくりと時間を過ごしました。列車は少しずつ住宅街の横を走り始めます。列車の真上に架線が張られるようになりました。ここから先は電化区間となり、走る列車の主役は電車となります。列車はゆっくりと小樽駅4番線裕次郎ホームへと入っていきます。かつて石原裕次郎さんが降り立ったホームということで、等身大の写真も飾られています。隣は現在連結作業中、このキハ201系は札幌からこの小樽駅を過ぎてそのまま非電化区間に入線できるように、普通の電車並みの性能を持った機動車として製造されました。その分車両の値段も大変高くなっており、あまり多く製造はされませんでした。小樽駅を過ぎると列車は高架区間、かなりの急カーブをゆっくりと進んでいきます。この辺りは土地の高低差がすごく、函館方面と札幌方面別々の会社がそれぞれ路線を伸ばしてきましたが、この辺りはかなりの難所でなかなか作られず、後年になってやっとこの2つの鉄道を結ぶ連絡線が作られて、このような急カーブの路線が誕生したということになります。ちょうどこの辺りで北海道最古の路線手宮線の廃線跡と合流、廃線となった手宮線の区間とこの先札幌までの函館本線の区間が北海道最古の鉄道として開業した区間です。列車は最近跨線橋が新しいものへ架け替えられました南小樽駅を通過。現在の小樽駅よりも歴史が古く、一時期はこちらが小樽駅を名乗っていた時代もありました。そして1980年代に貨物線として廃止になった手宮線の起点駅でもあります。続いて現在ウイングベイ小樽の最寄り駅となっています、小樽築港駅を通過。現在ウイングベイ小樽、イオンモールなどが建っているこの辺りはかつては貨物用地でした。現在この辺りを貨物列車が走る光景は見ることができません。小樽築港駅を過ぎるとトンネルに入り、そこを抜けると路線は海辺を走ることになります。残念ながら今の時間帯では海を見ることができませんが、この辺りは本当に観光列車を走らせてもいいんじゃないかというレベルで、とてもよく海がきれいに見える区間となっています。画面左側にずっと海が見えていたはずなんですが、残念ながら見ることができないままこのまま内陸部に入っていきます。列車は札幌市に入りまして銭箱駅を通過。折り返し作業を行っている JR 北海道の電車2種類を見ることができました。733系と731系です。さて奥にたくさんの光が見えてきました。この下には何本ものレールが並んでいます。こちらは札幌運転所、札幌都市圏を走る電車、そして一部のディーゼル特急車がこの場所を寝床とし、検査等もこの場所で行っています。そしてその真横にあるのが稲穂駅です。当然この列車は通過です。
列車は札幌市内で上位の乗降客数を誇る手稲駅に到着。朝の時間帯に先ほどの札幌運転所から札幌駅まで向かう特急列車を利用したホームライナーが運転されていますが、純粋な特急列車が止まるのは大変珍しいです。ちょうど反対側、今すれ違った列車は今まさに札幌運転所に帰ろうとしています。キア 261系1000 番台でした。高架区間に入ると列車は琴音駅を通過します。ご乗車ありがとうございました。列車はあっという間に札幌市中心部へ入っていきます。5時間半にわたる旅ももうそろそろおしまいです。さて札幌駅入る手前、車窓右手は今後新幹線の高架ができる予定の場所です。新幹線開業後、函館本線、そしてこの特急ニセコ号は果たしてどうなるんでしょうか。特急ニセコ号はなくなってしまうかもしれませんが、どうか函館本線だけは一部の区間だけであっても残ってほしいものです。たくさんの線路が分岐、そしてその先で多くのホームが並ぶ北海道の一大ターミナル札幌駅に列車は入線。函館駅からかつてのメインルートを通る特急ニセコ号の旅もここで終わりとなりました。5時間半に及ぶ長旅、本当にお疲れ様でした。僕自身このノースレインボーエクスプレスに乗車できるのはこれが最後かなと思いますので、今回全面展望の座席に乗れて本当に良かったです。というわけで今回の旅は終了。本当にお疲れ様でした。